どうもこんにちは、マサヤンです、本日もゴーストオブ対馬続きやっていこうと思います。この間ですね、17日から、新しくダウンロードコンテンツによって2周目プレイが始まりました。で、まあ、いけないんでね、そこはまあぼちぼちやっていこうと思います。この間ね、しくじったところがどうも上に上がればよかったみたいです。ここに人がおるとは。いただきに着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。小石でなんだ。あ、人じゃないんかこれ。なんだよ。もらうぜもらうぜ。久しぶりにねもらってます。まあこれがねどのタイミングでちょっとね多分上げてるかって言いますと、大体あの17日以降に、上がってるんですが、あらちょうどね、17日はね、コミュデーがね、ありまして、ポケモンのですね、それで、私、マサヤンがちょっとね、ひしこいて頑張っておりました。今までの中にね、類を見れないほどの、稼ぎでございました。かなり疲れましたね、6時間耐久。まあ、動画はちょっと、撮り高がね、悪かったんで、ですけども、何かあるのか。何かありそうな気もするな。こういうとこ登れるとき大抵なんかあるよな。あ、ダメだったダメだった。死んでもた。よし、技を得得できる。さっきなんか上に石ってあったよな。なんか登れるっぽいんだけどな。ああ、登れたぞ。ほら、なんか登れるぞ。何もなかったぞ。伝承消えぬ炎、最後の伝承いただきましょう。
待ちな、この野郎。炎の剣を侮ってはなりません。はい、まい、はい、はい、はい、今その石を太刀に打ちつけてください。あるわね、炎がまと、お、お、かっこいいぞ。炎に身を捧げるんです。危ない。いいおっしゃった、いたぞ、いたぞ。さて、ここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにし、無事に得得したからといって天からの授かり物であるほど忘れてはなりません。油に行ったんだ、油に行って。上学さん感動、ここ行けというか。どうだ、語り部、あーなんか増えたせいか、増えたせいか。降りろって言ってるよな。油って、おい待て待て、なんだ油って。覚えました、炎の剣。油を使ってて、いやだから油ってのはどんな油って言って。いかがなされたサタン。お、すぐ話せんだ。お、お、すぐ話せんだ。遅い。先祖代々ここで修理。話せるか。お前も吹くんかいな。お前も吹くんかいな。油ってどうすんの。見て、まだなんか。書いてあるから、こういうパターンはジャンプしたらいいかな。はい、飛んでみよう。ホムラの剣。戻ってこれやな、こいつに限って。どこにいるかな。お手伝いできて光栄です。よし、オッケー。玉鋼、あ、まあこの、この買っとくか。
ナは後でいいとして、めっちゃ増えたな。もう鍛えられます。よし、K。何もないって。よし。残念ながらね、増えたけど私行けないんだよね、それ繋いでないから。いや、欲しい。終わった、欲しい。ご無事で。いや、あんたおるね、ほんと。消えぬ炎、語り部をゲットした。先人の面倒に不動の忍びが武士を承認。世話になったな。これでね、無事、どこ行った、なんだか1余ったっていう謎の現象やけど、全部覚えてますよね。バグったのか、たまにあるバグか。ね、2周目以降協力できるらしい。よし、全部あった。現象終わりましたよ。門の方か、前にここに行くかな。はい、本日も、ご視聴ありがとうございました。これでね、無事、伝承が全て終えることができました。はい、まあね、もう物語もね、ほんと終盤に近づいてきたり、もうぼちぼちね、クリアに至ってね、2周目がね配信されてますので、それも頑張って2周目に私マサヤも挑みたいと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。